ルテティアの軌道、ルテティアは太陽系に存在する比較的大きな小惑星の一つであり、火星と木星の間の軌道を公転している。1852年にドイツ人天文学者のヘルマン・ウルトシュミットによって発見された。比較的早い時期に軌道も確定され与えられた小惑星番号は21である。この名前は 発見地であるフランスの首都パリの基礎となったガリア地方のチルテティアのラテンを表記に由来する。ヨーロッパの水星探査機のローゼッタがチュリモフ・ゲラシメンコ水星へと向かう途中、2010年7月10日18時10分にルテティアまで 3162km に接近した。このフライバイの際にルテティアを撮影した。これが M 型小惑星に対して人類が 初めて近接探査を行った事例である。2011年3月に国際天文学連合の惑星システム命名ワーキンググループにより正式にルテティアの地形が命名された。命名の由来となったルテティアは古代ローマ時代の都市であるため、クレーターにはローマ帝国及びその周辺の当時の地名が、領域には発見者ゴルトシュミット及びローマ帝国時代の属州の名が、 そして他の地形には、ローマ帝国及びその周辺地域の川の当時の名が付けると決定された。クレーターには、ローマ、ルグドゥヌム、マッサリア、ボンナなどが命名されている。ルテティアのクレーターの名は、ローマ帝国と周辺の地名に由来する。ルテティアのオネの名は、ローマ帝国の川に由来する。ルテ,ティアの地公体の名は、ローマ帝国の川に由来する。ルテ,ティアの谷の名は、 ローマ帝国の川に由来する。ルテティアの地滑り地形の名はローマ帝国の川に由来する。ルテティアの断崖の名はローマ帝国の川に由来する。ルテティアの地域の名はローマ帝国の属州に由来する。ありがとうございます。